チラチラと。ちょっと、あれ、やん。太陽の豊かな手のひらが大地を温め、氷に閉ざされ雪に覆われたさまざまの生物に冬を越えよと力を与えているように思われる。寒さの中、水は澄み切りさえ渡る。この時期でないと出会えない色がある。どっちを先に染め上げますか？こっちにします。工房の朝は早い。染色家である娘の陽子と6人の弟子と共に日々色と向き合う。うん、枝とかね、葉っぱよりはこういうとこの方がしっかり染まると思うの。こうなんていうんですか、幹の方に色は蓄えてると思う。ここに咲こうとしてるものが蓄えてあるという気はする。今回の桜の色いいと思いますね。これね、今こんなデスクでちょっと干してるとポーンって気にならなくて、こういうなんていうの、あのほのかな色が桜なのよね。はっきりした色じゃなくてこうほのかの方がいい。色をたけてますね。私はそう思います。非常に色をたけた色ですね。これは別の時期にやったって出ないと思う。だから結局匂い立つ、匂うっていうのは今だからですね。生命ですよ、命を。植物の命をいただくんだから匂い立つのが本来ですよ、うん、その植物の持っている命をどうやって導き出すかによるでしょうね。決められたように炊き出して焙煎して出ましたではないと思う。こちら側に聞かないとわからないですね。そんなにものを言うわけじゃないんだけど、とってもなんか桜のせいっていう感じしますね。でもこれ生かすのは難しいのよ。一瞬を過ぎた頃、凍てつく大地にも少しずつ目覚めの兆しはある。自分の中で生まれたイメージが
ある必然性を得るにはどうしても目に見えない世界からの働きかけがあるような気がする。遠い記憶、旅の思い出、あるいは亡き人からのメッセージであるかもしれない。全部その自然が回ってるだけね、うんうんうん、でわざわざ土地ごて、うんうん、ちょうどその剪定したり、うん、でそういうものをうまく利用していくだけで、どんなもんでもあの地球上のものは昔はからみんなそうやから、その循環を繰り返してる一部分をがこれであって、完成品が志村さんやいうわけない。やっぱり人間のその時の感覚、ね、感覚の中から感性が生まれてくるだけのことや。でその感性は志村さんの出来上がったもんや、うん、無駄はないの。つぼみが花となって花弁がほころびた時、色は花へ移行し彼方の世界へ去ってしまうのである。色は花の咲く前でなければ此岸にはとどまらないのである。梅のつぼみがあるでしょう、ゆきちゃん。はい、あります。残酷で残酷ですけど、光の加減でポッとピンクに見えたり黄色に見えたりねしますね。まだまだこれで完全に乾くまで色がなんとなく変わりますよね。その糸を鉄や石灰などの鉱物を含んだ水に浸し、さらに多くの色を授かる。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、これも昔、赤身の筆だ。いや、字が濃かった。昔から梅根津って言うんですよ。江戸時代は梅根津ってすごい粋なね、庶民の色として粋な色だったね。ちょっとね、今日のこの梅、濃いのね。うん、梅が濃いからグレーがなかなか、でもほらだんだんなってくるのよ、またその時期とかうちの状況とか私たちの心理とかもう全部違う、それぞれ違うから言えませんね。今年はこれと思っている。すべてに再び帰らぬ生というものがあるならば、転生というものもあり得ると思わずにはいられない。梅が再び生まれ変わって私の織る着物の中で匂い立ってほしいと願う。まあ、こんな風にいろいろ書いてはいるんですけど、まあ、今ちょうどこれをやろうかなと思って。どういうとこから発想を得て、抽象画のね、作家のその人の絵を見て、いつもそれ見てるんですけども、大好きだからしょっちゅう見て、
こういった感じのものなんですよ、うんうん、全然違うんですけど、ある一箇所がパッとこれがこんなところで浮かんで、全然違うもんなんだけど浮かんできちゃう。それ見てるとあっていうくらい小さな、人が見たらえこんなとこはこんなもん出るのって思うでしょうけどね、自分としてはそういう感じなんだね、うん、私これもそうなのよ、全然違うイメージなんだ今私これ折ってますけどね、こういう感じね、なんとかこっからこの辺からヒント得たの私は。でここがやってみたいんだけどもなんか私たちはこの日本的なイメージになってくるね、私やりだすと。でなんか知らないけどこういうのをバーッと入れたいと思って作ったんです。やってるうちにとんでもないイメージが湧いてきたのは日本のね絵巻なんです。絵巻のねその一部がまた浮かんできて、これがずっとこう旅をしてるわけ。僧侶が旅をして、で海の近くに行ってまたずっとこう山辺の方に肩は行くかもしれません。わかりません、まだわかりません、うん、旅してるのこれ私がずっと旅してる。桜が咲き誇る頃、工房の桃の節句だ。じゃあいただきましょう。飲んでみましょう。はい、じゃあおひなさんいただきます。いただきます。旧暦に沿って一月遅れで祝う。美味しい。甘いね。すごい美味しい。昔、ふるさとの近江八幡で手に入れたひな人形。時を重ねて存在感を増す重ねの色目の衣装。細くしなやかな手の怪しさに毎年のことながら見入られる。日本にはもみじ狩りとか月見とか雪見とか季節をね本当にもう本当にめでるんですよね。それとも万葉集から古今詩深呼吸中に歌われている自然っていうのは特別になんかどうだこうだって理屈はなくて、ただ咲いている、ただ散っている、雪が来たね、そしてその雪の来る前にはこうだとか、ウグイスが何を出したから春が近いとか、まあ、そんなことばっかりをこう歌っているのに、そこに私たちはもう何とも言えない世界を感じますよね。それはもう言葉でも言えないくらい、やっぱり日本人の自然との融合、本当に融合してる魂がねそこにあるからだなと思うんですよね。そこまでね自然のことを見分けたり驚いたり悲しんだり自分の思いを託したりする民族あるかしらと思うくらいですよね。Thank you.
を待たずに散ってゆく桜の花の薄紅は人の心に染み入るような憂いがある。植物の命の先端はもうこの世以外のものに触れつつあり、それゆえに美しく厳粛でさえある。桜が静かに終焉を迎える頃、背筋が伸びる思いで染め場に向かった。蓮の糸を染めてみようと思う。古くから神聖なものとして語り継がれている。蓮糸は茎から繊維を取り出して作る。日本では蓮が取れる時期も量も限られるため、ほんのわずかしか取れない貴重な糸だ。